YouTube 日本語学校」単語リピートしてくださいリピートしてくださいやおや 八百屋お笑い番組お笑い番組田中さんはいつもどこで野菜や果物を買っていますか 日本は高いですね。私はいつも玉手で買っています。とても安いですよ。え、そうですか。リピートしてください。リピートしてください。 私はいつも玉手で野菜や果物を買っています。私はいつもでは、みなさん、て、いますの復習をしましょう。今までいろいろなて、いますを 勉強しましたね。1. 今、勉強しています。今、勉強しています。これは、現在進行形です。2. 結婚しています。結婚しています。これは、結果の状態です。 3. 大学で日本文学を教えています。大学で日本文学を教えています。これは長期的な仕事などの習慣的な行為です。そして今日の勉強、日常生活の習慣的な行為も、って、います。 を使います。例文です。野菜や果物は近くの八百屋で買っています。野菜や果物は近くの八百屋で買っています。毎日電車で学校に通っています。毎日電車で学校に通っています。休みの日は？ ジムで運動しています。休みの日はジムで運動しています。練習しましょう。練習しましょう。暇な時、何をしていますか YouTube を見ています。YouTube を見ています。毎晩、どんな番組を見ていますかニュースやお笑い番組を見ています。ニュースやお笑い番組を見ています。 休みの日は何をしていますか掃除をしたり、洗濯をしたり、買い物に行ったりしています。掃除をしたり、洗濯をしたり、買い物に行ったりしています。いつもなんで通勤していますか 自転車で通勤しています。自転車で通勤しています。毎晩ご飯を食べてから何をしていますか？お風呂に入ってからベッドで本を読んでいます。お風呂に入ってから。 ベッドで本を読んでいます。毎朝、電車の中で何をしていますか寝ています。寝ています。 練習しましょう。練習しましょう。皆さんはいつも暇なとき何をしていますか私は暇なときスマートフォンでゲームをしています。皆さんも教えてください。この授業はここまでです。 では次の授業で会いましょう。繰り返し何度も練習してくださいね。チャンネル登録お願いします。いいねボタンもお願いします。